雑化するサイバー攻撃への対応力を引き上げます。金融庁は今日から165の金融機関が参加するサイバーセキュリティ演習を始めました。演習は信用金庫や証券会社がそれぞれの業態で共通のインフラとして利用しているシステムが攻撃されて停止した場合などを想定して行われ、顧客対応なども含めて全体の対応を検証します。